ヨッヘンブルシュは、ドイツのバイオリン奏者、エッセンの生まれ、地元とハノーファーの音楽院を経て、ロンドン王立大学でバイオリンを専攻。1980年から1985年まで、デンマークのヘアニング市で、ピアノ三重奏団のメンバーとして活動。1985年から1988年まで、エッセンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターを、務めた。 1988年に中瓶原に移住し、当地の音楽学校で教鞭を取りながら演奏活動を継続。2003年にはタンゴプロットというアンサンブルを結成し、バヤン奏者のアンドレ・ムーランともデュオを組んで、クラシック音楽というジャンルの枠にとらわれない演奏活動を展開するようになった。また、オルガニストのスベイ,イングバル・ミッケルセンと組んで、プロコル・ハルム・ピンク・フロイド、 ドアーズやジェス・ロタル等の楽曲を編曲したコンサートを行っている。ザ・ワールド・バイオリニスト・リンクス。2017年8月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年8月20日閲覧。ブラッシュ・ウント・ミカルズン、ラッセン・エサ・エム・ザ・ムスター・クローカン。2017年8月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年8月18日閲覧。 バイオグラフィー2017年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年8月20日閲覧ありがとうございます。